7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ようこそ連休のど真ん中にようこそいらっしゃいました、今回私司会を務めさせていただきます、ジオ製品開発の、徳清健太郎と申します。よろしくお願いします。さてこのイベントですね、YouTube、ジオ製品という弊社のプラットフォームの、上で創作活動を、続けていらっしゃる皆様を一同にお呼びして、このようなイベントをするという実は世界でも初めてのこちらはですね、試みです。 Google マップですとかGoogle Earth ですとか、いわゆる地理空間情報、ジオスペシャルインフォメーションですね、英語で言うと、そのジオを取って、文字られた総称です。このマップス、それから Earth の他にも、この後後のトレーニングや分科会などでお話ししますけれども、この Google Earth 上に建物を簡単に作れる、Google ビルディングメーカー、それからちっちゃなおもちゃから、邸宅までデザインできてしまう、3D のモデラー Google スケッチアップ、それから世界中で風景写真を共有してコミュニティとなって動いているパノラミオなどいろんな製品が集まっています。で今日のイベントの趣旨ですね、 Google、YouTube、ジオ、クリエイター、この3つの組み合わせってやったことないので社内でもですね、これってどういう意味なのと、どうしてこの3つなのというところで聞かれたことがあります。でもその答えは本当に簡単で、実際にその答えはここにいらっしゃる皆さん、技術担当の、ブライアン・マクレンドです。Google Earth と、もちろんご存知だと思うんですけれども、2004年に Google が買収する前には、キーホールという会社でした。でブライアンは実はこのキーホールという会社の創業者の一人であって、もうその頃からこういった地理情報を扱う製品を扱ってに凝っておりまして、現在 Google の中では、地理情報製品、ジオ製品全般の技術担当の、それでは皆さん拍手でお迎えください。ブライアン・マクレンドです。よろしくお願いします。どうも紹介ありがとうございます。皆様方、2011年の Google クリエイターデーにお越しいただきましてありがとうございます。ここでこれだけ大勢のコンテンツクリエイターの皆様方の前で お話しできて嬉しく思います。それでは本日 Google Earth についてお話したいと思います。どういったものに使われているかなどを説明します。これは 3D のアプリケーションで衛星画像とかあるいは地形データ、そしてマップのデータなどを組み合わせております。そしてユーザーは独自のデータを追加することができます。そしていろいろなストーリーを語ることができるわけです。ではどうやって Google Earth を使ってストーリーを語ることができるかをお話したいと思います。そして Google Earth の歴史というものを見てみたいと思います。2004年のことです。キーホールは順調でした。そして Google のラリーさんとセルゲイさんと会って、彼らは関心を持ってこの会社を買収してくれたわけです。小さなスタートアップの会社からシリコンバレーにおいて Google 社の財務力とか、あるいはコンピューティングプラットフォーム、サーバーなどを活用することができたわけですので、いろいろ画像というものを蓄積し、衛星画像も買うことができたわけです。そして何百万の人たちに対して提供することができたわけです。 Google Earth は無償でダウンロードされております。7億回もダウンロードされておりますので、 3D のプログラムとしては世界で最も人気を博しております。スケッチアップを買収したわけです。強力な 3D モデリングの建築用のプログラムだったわけですけども、これの無償バージョンというものを作り、そして利用率が相当増えたわけです。そして 3D ウェアハウスというウェブサイトを追加しました。
Google Earth の中にも取り入れられたわけです。そしてこれによって全体的な品質が大きく向上したわけです。一人のユーザーはものすごく活躍しております。そしてオンライン名はグッドテイストです。そして3000以上もの 3D のビルのモデリングをやっております。そして彼も、その今までやったことについてお話をしていただきます。そして 3D ウェアハウスの紹介をライトニングトークの中でも取り上げることになっております。こういうようなビルを彼は手掛けたわけです。はい、ジオ製品のマーケティング担当してます、根頃と言います。皆さん今日は楽しんでいただけてますでしょうか。大丈夫ですかね。ありがとうございます。一応私今回の、イベントの、言い出しっぺの一人です。言い出しっぺになったきっかけがですね、実は今年の3月、ちょうど震災の直後だったんですけれども、3月の終わりに、シンガポールで、ジオの、アジアで初めて行うコミュニティイベントがありました。そこに 3D のモデラーさんとか、パノラメオで写真を提供していただいているトップクリエイターさん、あと、他の国ですとマップメーカーという、実はですね、インドとかタイとか、地図提供パートナーがいない国ではですね、ユーザーさんが地図を作ってくださっています。そんなイベントに参加してですね、ぜひこういった場を日本でも作りたいと思って、今日に至ります。実はですね、日本にもたくさんジオのコミュニティの方がいらっしゃって、例えば、今日後でご登壇いただきますけれども、Google Earth で、3D のモデルを一番多く提供してくださっているのは実は日本の、日本人の方だということとかですね、私にとってもたくさん知らないことがあって、ぜひこういった場を設けて皆さんの交流することができたらいいなと思って、今日に至りました。その時にですね、実は私自身も、ほとんど初めて会った、社内の仲間でですね、実は、そういったユーザー様、コミュニティの皆さんを支えているコミュニティマネージャーという、役職の人間が、Google におります。とても素晴らしい仲間でですね、本当に、毎日コミュニティの人と接する、仕事をしているんですけれども、今日のこのイベントを成功させるために、アメリカや、スイスから、駆けつけてくれました。ぜひそのコミュニティマネージャーのご紹介を通して、我々の、コミュニティ、と一緒に作っていく、ジオの製品を紹介させていただきたいと思います。じゃあまずはじめにですね、3D、モデラーですね、画面切り替えますでしょうか。3D モデラーの、コミュニティマネージャーを担当してますニコール・ドロベックです。ハローこんにちは、ニコール・ドロベックと申します。私は 3D ジオモデリングコミュニティのプログラムマネージャーを務めています。まず冒頭に皆様方にお礼を申し上げます。このクリエイティブデーに来てくださってありがとうございました。それからオーディエンスの中に 3D モデラーの方々いらっしゃったら、お礼を申し上げます。さてこのコミュニティですけれども、世界中の人たちが参加しています。 3D モデルを自分たちが住んでいる場所で作っています。街とか村とかそういったところです。大都市、小都市、こういった人たちが興味を持っているところで 3D モデルを作ってくれます。なぜ、そんなことに時間をかけるのかというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、理由はいくつかあります。もちろんその市民の誇りというのが中心にあります。自分たちが住んでいる街とか、それがいかに素晴らしいハッピーなところなのか、それからまたバーチャルツアリズムという感じでぜひ観光に来てくださいというような気持ちもあります。それからまた 3D モデルというのは、中小企業のプロモーションであるとか、それからまたその歴史的建造物の保持であるとか、それからまた観光の振興などに役立ちます。まずこの作り方ですが、スケッチアップでやります。ブライアン・マクランダが言っておりましたけれども、2006年にこのスケッチアップが使えるようになりました。そしてスケッチアップで一番最初にディテールモデルを作ります。自分の写真、ストリートビューの画像などを入れながらテクスチャーをつけていきます。そして、このビルディングメーカーというのはウェブベースのツールです。したがって
斜めの画像であるとか、それからまたさまざまな写真などを使いながらシンプルな、または 3D のテクスチャーモデルを作り上げることができます。自分のモデルはすべて 3D ウェアハウスにアップロードすることができます。この 3D ウェアハウスを使って他のモデルをサーチすることもできます。他の人たちが作ったものです。そしてモデルが 3D ウェアハウスにアップロードされるとレビューして、そして Google Earth 上に、そして Google マップ上にこれを置いていきます。そしてもしこれに関してもっと情報が欲しい場合、自分で 3D モデルを使ってみたいという場合には情報セッションが後で準備されておりますので、ぜひそこに来てください。それからサイトもあります。ここではステップバイステップで 3D モデルをどうやって作るかという説明がしてあります。それからまた最もよく使われている 3D のモデラーがあります。ブライアンが説明していた通りです。このモデラーですが、これはグッドテイスト、つまり石井さんなんですけれども、彼がこれを使ってそして作ってらっしゃるものです。で、彼は日本の方なんですけれども、石井さんからちょっと使った経験などについて語ってもらいましょう。皆さんこんにちは、石井康郎と申します。Google ID はグッドテイスト、日本語に訳しますと洞察力という感じですかね。で、私は西の京都か東の桐生と言われました北関東のですね、小さな町に生まれました。1300年の歴史を誇る桐生新町は400年前に誕生しました。で、最初の町づくりはセカンドライフ、ご存知ですか。セカンドライフで明治22年の古い町、それから現代の町、それから2060年の50年後の世界の町をですね、作ったのが最初の始まりです。で、ある日ネットサーフィンしていてですね、実は Google Earth にあったんですね。それで、あ、これだというひらめきがありました。で、 Google 社はですね、インフラを無償で提供してデータベースを構築できるんです。早速ですね、桐生の町の作業を開始しました。ただ桐生の町はご存知のようにイメージマップがほとんど見えないんですね。ですから 3D ボックスを作りまして、それから桐生の駅、町並み、市役所、公共建物、重要文化財などを作りました。で、桐生地区の建物がだいたい1000アイテム、約6ヶ月で撮影し作ったんですね。で、こちらはもう日光になってるんですが、皆さんご存知のように日光はですね、徳川家康、それから太陽院は3代の徳川家光の霊廟のある神社です。ご存知のように世界遺産、日本は16ありますが、関東地区にあるのは日光だけです。それからですね、神社仏閣にも興味ありまして、今後日本中を旅して有形登録文化財とかですね、作っていきたいというのが、私の考えです。分かりますか。ちょっとビデオの編集が非常に下手なので、これ昨日ちょっと10分ぐらいで作ったものですね、非常に見づらいと思うんですね。ただ今後ちょっと、モデラーじゃなくてシミュレーションをしたりとかビデオを作ったりというのはこれからやっていきたいというのが本音です。それからこちらがですね、スカイツリーと浅草浅草寺、それから上野までの、道筋とですね、その辺を今作っているところです。ご存知のように年間スカイツリーはですね、浅草地区は3000万人が来ているんですが、来年5月22日になるとだいたい5000万人の方々が来られるというお話してます。で、私のモデルというのは本当にプランニングのモデルでして、本当中学生レベルのモデルです。ですから誰でもできるモデルなんですね。で、私は本当にクリエイターでもなくモデラーでもありません。実はプランナーなんですね。プランナーでありプロデューサー。ただ今後はですね、クリエイターというか、コーディネーターとしてやはり若い人たちを育てていきたいというのが本音なんです。今この河岸ですね、
の部分と今作っています。それからこちらが 3.11 ですね。災害になった気仙沼、実は先日ニコールが日本に来日しまして、国連大学でワークショップを開いた時に私も参加させていただいたんですね。でここのモデルが、ニコールが2個作ったんです。でその後100個を私が3日で作ったモデルなんですね。駅の周辺に30個と、それから市役所30個、それから海岸30個、非常に簡単なレベルなんで3日でできてしまうレベルなんです。そうですね。であと私の友人でオーストラリアのピーターというのがおりまして、彼のビデオ作品とシミュレーションがすごくいいものがあります。ですから、18位の G1 セッションですか、ぜひ皆さんにこのですねシミュレーションプログラムを見ていただきたいというのが本音なので、ぜひお集まりください。どうもご清聴ありがとうございました。ニコール石井さんありがとうございました。今日はですね本当に 3D の話初めて聞く方多いと思います。 Google がやっている、それで構いません。興味のある方、今日一番詳しくて分かりやすく説明できる人間を揃えてますので、この後の個別セッション、GO2 の、セクションで、3D のセクションありますので、ぜひ興味のある人は今日聞き逃さずに、クリエイターデーの基調講演の終了となります。お手持ちのプログラムにありますように、これから、ブレイクアウトセッション、ツールの使い方ですとか、コンテンツの作り方について今までお話ししてきたような方々を含めていろいろ学ぶことも多いと思いますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。今日はどうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。